よ。よって、ショーツで時間ないんでサクサク行きましょう。いきなりサリエちゃん元気にしとるかな。元気ですだぶん。メイクもともかく、栄養が良くなったような。アメリカはマックも格安でボリューム満点じゃからの。その後、元には戻ったみたいですが。サリエちゃんはアメリカにコントをしに行ったのかの。アメリカにもガンマルフェスタはあったというか、まあ現地でやってるなら何よりじゃ。続いて、アイスリボン、43歳のお母さんレスラー、菊さんの5番勝負第2戦、真白龍騎戦でーす。LL じゃな。は？真剣にやっているのに、いまいち決まらない半熟の味わい。昔の LLPW の若手に多かったんじゃ。ストレスリーグもそうじゃが、ユミ様の残した LL の味わいかっつ。グレート新宿ペース大会、マドさんを加えたグレート女子大アイスですが、前回のダークな試合の宮城さんとマドさん、多少遺恨を残しつつ無難に収まったようじゃな。ラスト、意外な登場人物。さて、ストーリーがどう転がりますか。ご視聴ありがとうございました。